京葉市川パーキングエリアは、千葉県市川下尻にある、京葉道路のパーキングエリアである。下り線のみのパーキングエリアとなり、本線からは、ランプ橋で本線をまたいで連絡する構造である。上り線については、茨城インターチェンジ船橋本線料金所間に設置される予定である。なお、東京外環自動車道から、京葉 JCT を利用して、 京葉道路に流入した際には、当パーキングエリアは利用できない。本校では、かつての鬼高パーキングエリアについても記述する。地上3階建ての構造であり、下り線駐車場とコンビニエンスストアが3階、トイレと松屋が2階である。1階には上り線に直結して、千葉県警察高速道路交通警察隊員一は文中隊が置かれている。鬼高パーキングエリアは、 千葉県市川市の京葉道路にかつて存在したパーキングエリアである。東京外環自動車道との接続点である京葉ジャンクションの用地確保に伴い2012年3月31日をもって廃止された。以下、2012年閉鎖前の状況を記す。もともとこのパーキングエリアがあった部分には開業当初、料金所があった。京葉道路で最も東京寄りにあることもあり。 パーキングエリアの規模に対して利用台数が多かったため食事時間帯を中心に混雑は激しかった。特に上り線では本線への加速車線と市川 IC 出口車線が近接していることでこれらの車両が交錯することに加えパーキングエリア内に駐車できなかった車両が加速車線にまで駐車していることもあり利用には注意が必要だった。下り線側は 速道から徒歩での出入りが可能で、スナック等の施設を利用することができた。上り線下り線を似たかパーキングエリアに関するカテゴリー。ありがとうございます。